はい、こんにちは。ザ・ゲーム屋チャンネル R99 でーす。今日ね、ご紹介したアイテムはこちらですね。トラムウェイズですね。これね、まあ、鉄道ゲームなんですけども、デザイナーがですね、アルバート・ビアードさんなんですね。で、この方ですね、すごい鉄道ゲームお好きな方なんですが、鉄道ゲームのまあ、御三家の一つですね、上記の時代ですね、エイジ・オブ・スティームですね、マーティン・ワレスさんの作品なんですけど、これね、めちゃくちゃこのところが好きなんですね。で、上記の時代の拡張マップね、出されてる方なんですが、この方が上記の時代とデッキビルディングを合体させた。マーティン・ワレスさんのですね、デッキビルディング、スウェーカーの雪とかあるわけですけども、あれの雰囲気を持ったものを足して2で割った雰囲気なのが、このトラムウェイなんですね。というわけで今回ですね、この上記の時代大好きな方が作ったですね、鉄道ゲームプラスデッキビルディング割る2というですね、非常に目新しいゲームをご紹介したいと思いまーす。はい、このトラムウェイズですね。まあね、最初に言いましたようにね、まあ、上記の時代っぽい要素をですね、ふんだんに残しつつ、すごく抽象化されてるんですね。やっぱり従来のですね、たくさんのですね、鉄道ゲームって、実際のマップを元にして作られてるっていうのはまあ多いわけなんですけども、これめちゃめちゃそれが抽象化されてるバージョンというふうになってました。まあね、早速ね、非常に特徴の多いゲームなので、中の方を見ていきたいと思います。はい、こちらがですね、まあ、全体棒になってまして、ものすごい抽象化されたね、この山だ、海だ、平地だ、建設されてる都市だ、建設予定地だなんていうね、まあ、非常に上記の時代っぽいものはありますけども、非常に抽象化されてるこういうね、これ組み合わせできるんですね。こういうマップと、こっちポイント券、まあ、オークションをね、するためのですね、まあ、競りがあるわけですね、これね、いうマップのボードがあるっていうのは、まあ、基本このね、二つから構成されてるんですね。で、まあ、上記の時代ともね、ザ・ゲームチャレンジの方でも紹介されてるので、そちらの方をご覧いただければいいと思うんですけども、こちらはやっぱ運ぶんですね。何をするかっていうと、こういった各都市のところに乗客があらかじめ置かれているので、この子を、まあ、輸送したいと。まあ、こういうことがね、大きな目的になってるんですね。なので、これ、まあ、荷物とかじゃなくてね、まあ、乗客を運びましょう。で、大きい都市は2人いるし、ちっちゃい都市は1人しかいませんと。まあ、こんな感じになってるんですね。で、ここのところに J だの D だのなんていろいろ書いてるやつですけども、こちらのところね、それと該当するカードが用意されているので、ここね、どこだっていうのがあるので、これを各プレイヤーは最初持っているんで、この持ってるところに、この持ってるところに自分がね、建築できるっていうことになってるので、各プレイヤーを持つ最初ね、配られるカードに従って、自分が建築できる初期の土地が決まる。まあ、これね、誰も侵されないんでね、基本の土地が決まる。こういうセットアップがあるんですね。まあ、こちらのところにもちろんね、最初のオークションのセットアップとか、こういうね、特典のゲージとかもあったりはします。で、このゲーム、まあ、細かいルールはね、ものすごいたくさんあるゲームなんですけども、ざっと言いますと、ここにあります通りゲージがね、6まであるので、6ラウンドほどプレイするんですけども、6ラウンドプレイして、ラウンドの中身は競りをやりますと。いわゆるね、何番手にプレイしますかって、まあよくあるやつですね。何番手に今回競りをしますかっていうんで、まあ降りたら順番がね、後ろになって誰かがトップが決まるっていう、この競りを行って、出番順を決定して、それと次に、こっちのね、路線を引いたりするアクションフェーズなんですね。アクションフェーズが2回行われると、収入フェーズがあって、最後に次のラウンドの準備。これがね、次のラウンドに進んでしますよ、なんていうのがあると。これだけなんですね。なので、毎ラウンド、競りをします。競りをして終わったら、アクションラウンドを2回やります。アクションラウンド2回やって終わったら、収入フェーズがあって、次のラウンドの準備がしますと。こうなってる。なんですが、このゲームね、むちゃくちゃ実はややこしくなっていまして、デッキビルディングなんですよね。このカードもね、最初持ってるんですけど、まあ、ここにね、ハンドリミット7ってことなんですけど、最初手札実はね、ま、いろいろあって7枚持ってるんですが、この最初のラウンドにこの競りをするときに、新しいカードも同時に買うことになってるんですね。ここのところに毎ラウンドプレイ人数に応じてカードが出ているので、デッキビルディングなんでね、オークションをやって終わって、何番目っていうのが決まって終わると、1番目のプレイヤーから新しいカードをもらって手札に入るんですね。捨て札でなくて、要は手札に入るからすぐ使えるんですけども、手札に入ると。手札に入るっていうことをまあすると。だから、新しいカードの購入とこの手番競りがね、セットになってるんですね。ここがまず面白いのと、めちゃくちゃ厳しいカードがあって、さっきこれ7枚しか最初ね、持てないっていうことになってるんですけど、マイランド7枚最初補充できるんですけど、
これペナルティーカードになってて、これ何の役にも立たないんですね。何の役にも立たず、しかもこれを引き取ったら手札のカード捨てないといけないんですよ、最初だけ。それ以降はずっと役に立たないカードなんですけど、手番が後ろになるとね、こういうろくでもないカードを引き取らないといけないかもしれないとか、これほぼほぼ効果がないカードなんですけども、とにかく使うのに3金かかるっていうですね、罰金がかかるだけのカードなんていうのもあるんですね。一応効果はね、一応壊れてないんで使える、ここの縦線の効果が使えるんですけども、こういう単に手番順と同時に、このアクションで何ができるかっていうのを、まあ、考えろということを考えて競りをする。競りもね、すごい独特のシステムあるんですけど、ちょっととりあえず長くなっちゃうので、ここはちょっと省略しますけども、このカードの購入を考えながら競りをしますと。で、次にここで多分入りますよ、手番ね。そうすると手番でまずワンアクションできるんですね。全員この新しく決まった手番順にワンアクションやって終わったら、その次はね、2アクションずつやるんですね。だから合計3アクションまでできるんですよ。パスすればお金もらえたりしますけども、ワンアクションやるみんな、2アクションずつやるみんなっていうのをやるんですけども、やれるのは、まあこれ鉄道系のゲームなんで非常にシンプルなことなんですけども、3つなんです、基本ね。線路を建てる、都市を作る、人を運ぶ、こんだけなんですよね。で、線路を作りたかったら線路作りますって言えば、例えば私これピンクなんでね、ピンクのキャラクターなんで、こっからじゃあスタートして曲げてつないでとかね、あるいはここのところに都市を建てますって言えば新しい都市タイルをもらってそこに置くとか、あるいは運びますって言えばどっかからどっかへ運ぶ。でもちろん長くつながっていればこっからね、ぐる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 っとここまで運ぶ、ここからね、ぐるぐるぐるっとここまで運ぶなんていうこともできたりするので、基本的に自分のアクションできるのは1回運ぶか線路を1本どっか引くか都市を建てるか、これだけなんですね。でこれを1回ずつみんなやって、終わったら今度2回ずつやってっていうことをするんですけど、これどうやってやるかっていうと、これデッキビルディングなんですね。だからカードを使うんですよ。このね、カードがすごくややこしくなってまして、今ここ例えば2本なのね、2線路引いたんですけど、これをご覧ください。ほら、ここ線路2本って書いてるんですよ。2線路いるんですよ。で、あんな2線路がなければ2枚使っていいんですよ。これこれ1これ1で、じゃあこれとこれ使って2枚引きますっていう。で、その後にこっからここへ引くんだと、今だとここって R の都市か L の都市になってるわけですけど、 R か L に向かって引くっていうカードを出せって言うんですよ。で、この3枚、あるいはさっきの2線路があったのでこれですよね、2線路 L っていうのを引くとここを引ける、こういうことなんですね。で、名前がついてないこういうね、まだ置かれてないやつだったら、ここからここへもし行きたかったら L か B2 を置けばいいですよ。つまり線路の数と目的地のカードのどっちかを置けば置けると、こういうことなんですね。で、運ぶのも同じになってまして、例えばここからここに運びたいよ、ここからここに運びたいよっていうと目的地の L がありますよね。なんださっきのやっぱり同じこの L ですね。 L とこのさっきほとんど使い物にならないって言ったこの縦枠ね、これがねチケットのバーコードを表してるよ。要はこれがね切符なんですね。なんでこれとこれ合わさってこっちの縦縞とこっちの L を使いますよっていうと、ここからこうやってピュッてこう行けると、行くと1都市2都市って言ってるんで、よく言う条件の中で言う1リンク2リンクなので2点もらいの、あとはこの数です。1本、2本、3本、4本通ったので、4金もらえますよと。人を運ぶと、VP と運んだ線路数に応じてお金ももらえると。こういうことなんですね。で、さっきの都市を置きたいよって話になったら、もうズバリ都市を建築するっていうカードがあるので、この都市を建築するのと、どこですかと。都市を建築アイコンとどこですかっていうのを出せれば、そこに都市がドンと足す。都市を足すと、都市を出した時にもらえるカードなんていうのもあるので、それももらえる。つまり、オークションで買った時とか、都市を建てた時とかにカードがもらえるんですね。デッキも構築してるんですね。デッキも構築しながら、だん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 ここで増えてきますね。毎回オークションするので、勝とうが負けよう必ず1枚やってくるので、ここがだん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 太ってデブになってくる、このカード群を見ながら、さっき私簡単にこれ言いましたけど、私が最初この中持ってる L ってこれ1枚しかなかったんですね。だから、ここに線路を引いて、かつここの L に運ぶっていうのはできないんですよね。ここを R じゃなくって、この青色にしておけば青色に向かってどうこうするっていうチケットは持っているのでっていうことを悩むんですね。つまりこれカードにこれだったら乗り物のチケットと L の1個しかないんですけど、これ線路で使っても C に使っても I に使っても A2 に使ってもチケットに使ってもいいっていうことになってるんですね。つまりこれマルチのカードなんですけど、どれに使うんですかと。
これも線路もあるし、D3 もあるし、建築もあるんですけど、どれに使うんですか？つまり、ゲーム後半になってきて、腐るのを防ぐんですね。もう建てるとこないじゃんって言ってる時にでも、線路として使えますよとか、チケットとして使えますよっていうのがあって、カードに様々な能力を持たせることによって、今やりたいのはどれだ、線路を引きたいのか、運びたいのか、都市を建てたいのかっていうの、このね、7枚だかね、これ、後でアップグレードして、これ8枚にも持てるようにはなるんですけども、の中でとにかくやる。つまり1回目のワンアクション目はこれとこれ、2アクション目はこれとこれとこれとこれで、これでワンアクション目、2アクション目は1回目これ、2回目これってやれば今回いけるなみたいなことを計画するんですね。でもデッキビルディングなんで最初のこれカード引くんですけど、引いたやつなきゃどうしようもないんですね。これがこのゲームの非常に特殊なことですね。全体的にはさっき言いましたね、この中で線路の引きたい本数引いたら、もう線路だらけになってくるんですね。この中ね、ものすごい線路だらけになってきて、他人の線路ももちろんね、使えるんですね。その時は他人にお金と VP を払えばいいわけなんですけども、他人の線路も使いながら、この人を浮かにうまく運んでいって、運べばワンリンごとに VP が1点、都市をね、通過するごとに1点1点1点って入るし、その時の通ったコマの回数によって、お金ももらえるようになってくるので、これをやりながら、そしてデッキを構築しながら、こうやって進めていくと、こういう非常に変わったやつなんですね。で、もうちょっとだけ言わせてください。これがね、ものすごいいやらしくできているのはこれなんですけども、ここなんか変なのあるでしょ？ここ1から21までって。これがね、厄介なことになっていて、これ最初もちろんこの1のとこ置いてるんですけど、これね、ストレスゲージなんですよ。この人はね、デッキと捨て札を置くとこなんですけど、ストレスゲージになっていて、競りで勝った、1位になったりすると、ストレスが上がるんですね。上がっちゃうんですよ。で、これ、実は、どっからどこへ運んだかによって、全部特殊効果あるんですね。赤色のとこに例えば人を運んだら、もちろん全部 VP やなんかもらえた後、手持ちの現金をドーンと支払って VP を得るなんていうこともできたり、あるいは、黄色い都市で運んだらストレスを下げることができたりって、これ全部特殊能力なんですね。運んで終わったら VP とお金が入るこの特殊能力なんですけども、ストレスがほとんどの都市、黄色と赤以外は上がっちゃうんですね。とにかくストレス上がりがちなんですね。で、また、これで悩ましいって言いましたよね。これいろいろあって、例えば線路と目的地ってこれ両方使いたいなんてことあると思うんですけど、これ両方使いたかったら使えるんですよ。使いたいときは、1アイコンより多く使うときは、その分、ストレスが溜まるんですね。ストレス溜まっちゃう。これ何かっていうと、ゲーム終了時の減点です。1点から始まって急加速して21点まで減点される。まあ、これになると相当かつ難しいんですけども、ストレスは溜まれば溜まるほどものすごいマイナス点になる。しかも21点になってる状態でラウンドを通過すれば、点数減っちゃうっていうね、状態にもなるんですけども、このオークションで毎回誰か勝ちますよね、オークションだから。運ぶんですね。運んだところでもどん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 このストレス溜まる。下げる方法があんまりないので、いかにストレスを上げないようにして、自分のデッキをうまくコントロールして、線路を引き、都市を建て、人を運ぶか。もちろんね、さっき言った3つだけって言いましたけどね、オプションの要素もあります。線路をアップデートして、こういうアップデートカードね、アップデートして、より多くの収入を得るとかね、都市もアップデートできるようになってるので、都市をアップデートしてボーナスをもらうなんてこともできるようにはなっていますが、本当はこの大きいやつですね。これをアップデートすると裏面になるので、これで勝利点がね、すぐもらえるなんていうのもあるので、三つの要素、電車、都市、人を運ぶの三つなんですけども、線路をアップデートできるし、都市もアップデートできるっていう、合計で正確には五つなんですけども、全部このカードのデッキで支配されているので、これをいかにうまく使うか。でも、毎回、競りによって、新しいカードが何がもらえるかは決まってしまうので、しかも、一番ってもちろん有利なんですね。一番、並んでる中で欲しいカードは取れるし、一番最初にここのワンアクションやってみんなが終わったらツーアクションやれるっていうのは非常に優位なんだけど、ストレスが溜まるんですね。だから2番手がいいんですよ本当ね、っていうことを6ラウンド繰り返していって総合ポイントを一勝ちと、こういうゲームになっておりました。はい、というわけでですね、トランプウェイズをご紹介いたしました。まあですね、実はね、ルールはね、もう今ご紹介したやつで何倍も実はあるんですね。収入フェーズとかね、全く触れてないと思うんですけども、収入フェーズって使わなかったカードですね。さっきのこういう1ドルとかついてるやつもあったんですけども、これね、都市を建築するなんですけども、こういうやつを残しておいたら、アクションが終わった時にこういう収入のやつを残しておけば、そこで初めて使うことによって収入を得れる。固定収入このゲームないんですね。デッキ構築なので、収入カードを手元に残しておいて、収入の時に使えば収入が入る。こういう非常にですね、デッキ構築要素が強い、いろんな制限あるんですけども、いうゲームの中で、でもコアは上記にやっぱ非常に近い。オークションで手放
間の順番を決め、線路を引き、通過した年の数によって勝利点が入り、収入も入り、っていうところですね。基本似てるんですけども、デッキ構築になったっていうところと、ストレスが入ったっていうところがですね、非常によくできているゲームになっていました。ちなみにオークションとかは全く売れてませんが、このゲーム以外でこんなシステム全く知らないっていうぐらい、オークションのところも非常に独特のシステムになっていて、このトラムスウェイでですね、一度ぜひね、ご体験いただければなと思います。で、このトラムスウェイね、やっぱマップがね、非常に抽象的なので、鉄道ゲームとしてどうかなという思いも実はあったんですが、これ収録してます。2019年夏現在ですね、もう拡張セットがもういくつも出てまして、例えばこれだったらニューヨークマップですね、こういうニューヨークマップだったり、こういうパリマップってね、ちょっとそれっぽいね、絵柄が入ったマップのバージョンも出ていたりですね、本家の蒸気の時代よろしくですね、まあ地獄マップチックなやつもね、今度出るらしいんですけども、そういった拡張マップもどん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 、今ね、年2作ずつぐらい出ているんですけども、どんどん出ているので、蒸気の時代で新しくできた蒸気の時代ワールドというべきですね、100マップぐらいあるんですけども、と同時にこのトラムスウェイの方も今様々なマップがですね出てきながら広がっていくっていうところなので、いろんな鉄道ゲームありますけども、本当に独特な特殊なオークションもあり、デッキ構築もあり、基本は蒸気で抑えてるっていうところがあってですね、これはですねヘビーゲーマーの方であればですね、ぜひ一度体験いただければなというゲームの仕上がりになっておりました。はい、ということで今回ですね、まあ、蒸気の時代ね、非常に強いインスパイアを受けたというですね、作品ですね、トラムスウェイをご紹介いたしました。ザ・ゲーミガイチャンネルの R99 でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲーミガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲーミガイチャンネルの R99 でした。